よーし、今日も占領戦やっていくか。そういや、前回、義足鋳造を熟練度100%にしたし、どっかで試し切りしたいな。どっかに、水属性で、グールの敵が、いないかな。ん？いるじゃん、スーモ。というわけで、今回は、亡きを駆逐せよの A に挑戦していきます。使っていくパーティーはもちろんこのパーティーです。前回の動画で見事熟練で100%になりました、スズヤ鋳造ですね。義足鋳造、亡きにぶっ刺さってるんですね。これ、水属性キラー、ダブル S プラス1.7倍かかります。で、グルキラー SS プラスで1.7倍かかります。まあ、こいつ、草属性なんでね、まあ、属性的にもぶっ刺さってるという。で、フェスゲンのアモン光太郎さん、熟練度100%ですね。これも属性的にぶっ刺さってます。まあ、死神入れてるんですけども、まあ、こいつは保険ですね。避けるんで。はい。ということで、キラー系は刺さってないですね。いいでしょう。はい。まあ、全然死神、今でも 本当にトップ中のトップだと思うんでね。で、役に立つ。俺のパーティーには欠かせない、このサイコ。で、今回、キラー持ってる。こいつもね、グールキラー持ってますよ。グルキラー、トリプル S マイナスということで、まあ、鋳造のもう一個上のやつですね。1.8倍になります。で、こいつも水属性キラー S プラスを持ってますね。はい、ということで、まあ、オールはちょっと、あまりコンセプト 別に、あ、ちょ、待って、出てこないんだけど、おい、陰キャかましてんじゃねえぞ。出てこい。 まあ、行きましょう。前置き長くなってしまったんですけど。鋳造初お披露目ですね。とりあえず、アタックポイント上がってるんで、鋳造のスキルは確実に溜まります。いいね、見て、これがしたかったんだよ。綺麗でしょ、この操作感。操作感のエフェクト。俺ね、前衛操作感で固めたのはこれがしたかったからなんだよね。さあ、見せてくれ、鋳造。お題は結構強いよ。 一発34万っすか。クリティカル出てなかったよな。34万の8連ダメージね。なるほどなるほど。把握。いこうか。さあ、ゴリゴリ削っていくよ。アモンさん撃って、いいね。で、もう一回鋳造打ちましょう。クリティカルで、素手殴りで19万出てた今。まあ、とりあえず終わりですね。攻撃力下げてるんで、いいね、いいね。 74、しかも鋳造ガードスルー。 HP 低いし、まあ耐久面心配あるんですけどね。まあ、ガードス、こいつガードするし、あ、回避だったっけな、回避するし、あれガードどっちだったっけ、忘れちゃったんだけど、まあいいや。で、ここでアモンさん撃っとこうが一応。で、サイコに変えよう。で、ブレイクした時にサイコ、サイコを前にいないとサイコのスキル打てないんで、とりあえずサイコに変えます。アイス、オーケー。いやー、強えな、鋳造。いや、もう熟練で100%しててよかったわ。なんで俺今回こんな鋳造来てくれたんだろう。ゴリッゴリやな、これ多分ね、打っても大丈夫だと思うんだよね。まあ、こっち防御上げてるし、向こうは攻撃力 0.4 倍になってるし、もう何もできないぜ。1しか食らってない。負ける気がしねえ。避けるし、こっち2人避けるんだぞ。つか、ハイセとさ、鋳造コンビ、これ、夢の共演でしょ。最高だわ。
これぞロマン。インボケだからデケたこと。アグネスちゃんです。アモンコウタロウ、こいつでブレイクさせるか。っていうか全員で殴ってからでもよかった。今ちょっと焦ったな。ボコボコなんだけど、逆にちょっとかわいそうになってくるわ。重造のクリティカルで素で19万出てるな。お題は結構で、まあだいたいスキル打った時に34から、さっき37出てたんだよな。まあ何も使ってないけど、まあ、いつも駆逐するときね、その防御力上げるやつとか攻撃力上げるやつあったのかな。ちょっと本当にね、そこら辺のアイテム使わないんで、いつもわかんないんですけど、あれ使ってトータルダメージあれ見れるようになったじゃないですか、インボケって。ちょっとあれ一回見てみたいな。駆逐でお願いします。お題は結構いいね。なんか毎ターン毎ターンスキル祭りだな。マジで強えぞこいつ、化け物だ。まあ今特攻もかかってるんでね。まあでもやっぱキャラはさ、その出た時が旬だから、その時に思う存分使って得しないと。あ、待って、めっちゃ食らったんだけど。何あいつ何した今。全然余裕ぶっこいてた。最後出して回復するか。避けるからなこっちも。いや、もう最後は操作感で締めよう。駆逐でお願いします。ハイセが4万1000ぐらいなのかな。まあ特攻多分外れてるのかなと思うんで、アモンさんのアモンさんのスキルゲージの溜まり方がえぐいんだけど、こいつ何回スキル打つの。またもんだよ。おっとっと、バッテリー危ない。お題は結構で一回、おいいね、暴走配線も打てる。てか俺ずっとシフト使ってなかったのか、もったいねえな。シフト使えばもっとダメージあれ稼げたな。で暴走配線も9万ぐらい。最後オール出すわ。オールのね、このエフェクトよ。ギラ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 っていう黒い、これ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 、このなんか炭が飛び散るみたいなエフェクト、いいよね。お題は結構。さあこれで締めだ。あ、待って、オールあれだわ、バフかかってねえわ。まあでも 0.4 倍だからさ、響かないぜ。避けていく重曹。はい、ということで今回駆逐の泣きですね。重曹がぶっ刺さりの泣きなんですけど、ちょっと重曹の強さをですね分かってもらえたでしょうか。まあさっさとあのレベル上限をですね100にして、熟練度どうにかできないかな。一体余分に余ってるから、まあ熟練度 0% の重曹も一応育てるんですけど、なんか全部同じキャラになってるんでね、ちょっとカスタマイズみたいな機能も欲しいなとか思ってたりはします。はい、ということで、お疲れ様でした。今回ですね熟練度 100%、まあ、あの武器評価も全員 100% にしてるんでね、100% 武器レベル10か、マックスにしてるんで、まあ、こんな感じですということです。アタックポイント19になってましたね。
ということで、お疲れ様でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もよろしさが届いております。どうぞ。